新7000系グリーンバックス同社路線バスのグリーンバックスグリーンバックスとは、相模鉄道で運転されていた広告貸切列車、または同社で運行されていた車内広告統一バスの名称。同社の新6000系電車や新7000系電車を用いた。先頭部分には特製のヘッドマーク、ドア部分にはグリーンバックスと印刷されたステッカーを貼り、 華やかな編成に仕立て上げた。新6000系電車のヘッドマークはグリーンにちなんで木をデザインしたイラストが描かれたが、新7000系電車のヘッドマークは文字のみをデザインしたロゴマークとなった。バスのグリーンバックスは元は横浜博覧会のシャトルバス専用車として納入された特別仕様で、塗装も専用の虹色であったが、会期終了後はグリーンバックスとして ほぼそのままの姿で一般路線バスとして運行していた。車体側面には7000軽電車に施されたものと同じデザインのロゴマークとステッカーが貼られた。路線バスのグリーンバックスは2001年には登録抹消となり、大体は通常のノンステップ車またはワンステップ車で行われた。鉄道についても2007年1月をもって ドア部分のステッカーを剥がし、その役目を終えた。同社では、その後、1万軽電車による、車体広告、車内広告貸切列車が、時折運行されている。ありがとうございます。